諸君こんばんはです。中学2年生ですね。1時間数いっぱいやってきましたね。今日は等式を変形してそしてグラフを書こうというのを拾ってまいりました。それと何回もやってきましたが三角形の面積の求め方、こいつをチェックしてみたいと思います。まずですね、 y イコールなんとかあるいは x イコールなんとかとなれば我々は直線を書くことができるんですよね。ですのでまず y イコールに直しましょう。等式を変形しますのでこの x を移項しますよ。プラス x ですからマイナス x と移項しました。2で両辺を割るんですけれど y イコールマイナス2分の x としてしまうとこれだと僕ら直線分からんですよね。それですのであえて2分の1を書いてあげます。 y イコール2分の 1x としてやってください。そしたら切片が0で2右1下という傾きになればいいですよね。マイナスですから2右1下という傾きです。原点通って切片0ね、2右1下2右1下この直線が書ければ完成なんです。いかがでしょう、いかがでしょう。これが y イコールマイナス2分の 1x という直線ですね。次も式を変形しますよ。ちょっとここが上手でない人、慣れてない人がいっぱいいましたよね。チェックです。マイナス 3y イコール 4x を移項します。マイナス 4x プラス12マイナス3でそれぞれを割りますよ。 y イコールマイナス4割るマイナス3だからプラス3分の 4x プラス12割るマイナス3マイナス4これで分かったんです。切片が4で傾きが3分の4、3右4上いきますよ。切片4です。1234マイナス4傾きが3右4上1234ここですね。このグラフで完成ということになりました。出来上がり。これが y イコール、3分の 4x マイナス4でありました。はい、特殊なグラフです。今度はマイナス4を移項するだけ y は4ってなりますよね。そうなったらどうなればいいかっていうと x がないんです。 x がどんな値をとっても y は4であり続けるんですね。 y が4ってことは x が0の時1234なんですよ。1の時も4なんです。2の時も4なんです。3の時も4の時もずっと4なんです。ですからこんなグラフになれば OK なんですね。 y イコール4というグラフです。ではこちらはどうでしょう。プラス2を移項しますよね。ですから x がマイナス2となります。さっきと反対で y がどんな値を取ろうが x がマイナス2ということです。 x マイナス2ってここにいますよね。マイナス2ですよね。y の値どんなところをとってもマイナス2なんです。つまり縦 y 軸に平行なグラフになるんです。ピヨ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 、どうでしょう。こんなグラフになれば大正解、イエーイ。では三角形の面積何度もやりましたがやりますよしつこく、ね、この直線 y イコール 2x プラス4です。4が分かってたらここは4ですね。切片が4ということですね。 y イコールマイナス x プラス10切片は10っていうことです。はい、 a、c、d の座標をまず求めます。点 a の座標です。ここですね。点 a は x 軸との交点なので決まってるんです。 y に0を代入しろということなんです。なので0を代入します。2x プラス4です。移項します。マイナス 2x イコール4。x イコールマイナス2ですね。はい、マイナス2なんです。座標としてはこんな形で書きますよ。マイナス2で y が必ず0っていうところですから、x 軸ね。c もそうなんです。
Y が0なんですよ。だから Y に0を代入しろ。簡単でした。これは X が10って出てきたんですね。座標としては 10Y は絶対0、10、0、 でです。ここでです。こいつは直線と直線の交点なので、こいつはね、連立方程式を解くんでした。 Y イコール 2X プラス4と Y イコールマイナス X プラス10ですね。連立を解きます。これをここに代入しちゃいましょうね。2x プラス4イコールマイナス x プラス10です。わお、 2x プラス x イコール10マイナス4、移行しましたよ。移行した、移行した、3x がイコール6、出ました。 x 2ですね。でのx 座標2なんです。さあ y 座標どうかって言ったら、どっちに入れてもですね、2人が c たす c で8、こっち入れてもマイナス2プラス10で8、 y が8って決まるんです。ですので28というのが点 d の座標決定です。では三角形 ACD の面積です。平辺はマイナス2から10まで、ここに2目盛り、2目盛りありますよね。そしてここに10目盛りあるんです。ですから12目盛りの長さがあるんですね。でのこの三角形の高さは点 D の Y 座標でいいでしょう。つまり8目盛りあるんですよ。ですから12が底辺、高さが8、そして1/2、いやー、できました。これが6、6波、48、いかがでしょうか皆さん。これちょっとね、単位はつかないんですが、まあつく場合が多いんですけどね、この問題はつかないんですけどね。簡単でしょ。できるんです。いやー、一次関数できるようにしてしまおう。さあ次回から中間テスト対策でちょっぴり延長して理科社会も入っていきますよ。頑張っていきましょう。ではー。